ジモンです。今日は、ちょっとライフの動画が続いてたんですけど、今日は違います。私がメインに乗ってるステップワゴン、こちらなんですけど、あんまり車自体の紹介はしてなくって、あれなんですけど、もう中わちゃわちゃなんですけど、ただこの車はね、結構今現状ノーマルに戻していってるんだけど、結構古い車ではあるんですけど、ナビ、そこそこいいの入ってて、内装もこういう、パネル、これもちょっと朽ちてるところはありますけど、入ってて、リップダウンのモニター、埃まみれですけど、入ってて、ツイッターなんかもついてて、ホーンも、音色が変わるパターンのがついてたり、で、この辺、これね、これ、オートクルーズなんですよ。オートクルーズがついてたり。で、外装も、エアロゴが入ってたりとか、あと、車高調。で、ホイール、変えちゃってますけど、ホイールあったり。で、リップダウンのモニターも、ついてるし、いうような感じで、結構なカスタムしてあるんですよ。で、ツイッターついてるっていうことがあるんで、当然スピーカーは変わってるかなと思うんですけど、この前ね、アーシングついてて、アーシング取り外しましたっていうぐらい、アーシングもついてたぐらいなんで、ワンチャンこれデッドニングもしてあるかなと思って、で、購入してからだいたい1年半ぐらい経つんですけど、そういや内張り開けたことなかったなと思って、今からちょっと内張りを開けていってみようかなと思います。何を隠そう、フジモンね、デッドニングも過去に何台やったやろ。もう数百台とデッドニングはしてきてるんで、内張り開けることはそんなに苦じゃないんで、しかし汚い状態の内張りなんですけど、ちょっと一回外してみて、中、この車デッドニングされてるかどうかっていうようなところを検証していきたいなと思います。本当ね、意外といい音するんですよ。なんで、ちょっと開けてみるの楽しみです。開けていきます。
じゃじゃん。開けてみましたが、まあ、結果ジェットニングはされてませんでした。スピーカーはね、カロッセリアやね、ラップスは、まあ、そこそこいいのが入って、樹脂製のバフルでちょっと前には来てる感じですね。なんですけど、これはこの時期の、おっ、ステアあるね。まさかの、まさかの純正の下に、ジェットニングが、垂れてます。はい、純正のね、この時期、多かったんですよ、この手の。まあ、防水シート、防水ビニール、純正があったんで、してないんかなと 思いきや、ジェットニングこれしてありますね。ただ、結構これ綺麗にしたら、あのね、この辺よく見ると、あの、ビニールテープ、うん、まあちょっと配線とか見てるとね、こんな感じで途中でなんかバイパスされてって元に戻してある感じなんですけど、こんな配線したりとかしてあるので、動画の中もなんか配線いろいろ自動電動格納とかそんなのやってた感じですね。いや意外でした。ちょっとまあこういうの見えたんで怪しかったんですけど、純正が被ってたんで、まあデッドニングしてないかなと思ったんですけど、なんの、結構しっかり、ワイヤーのところの根元とかまでしてありますね。はい。縛り側は、まあ汚いですけど、何もされてない状態。そこそこね、やっぱ低温になってたんですよ。で、これワンチャンあるなと思ってたんですけど、スピーカーも今入ってるし、ネットにも入ってるし、大きな穴、これ見る限りだと大きな穴を埋めて、小穴もちゃんと埋めて、で、さらに、この時期のホンダの防水ビニールシートいいので、こういう、防音吸音効果あるようなもので上元に戻すというようなところまでやられてる感じですね。なるほど。まずまずやられてます。ただこの精神シート、これなんかあの中国語かな、日本製のじゃないですね。よくあるまあレアルとかメモとか、そういう系統の商品じゃなくて、多分ネットとかで買われてるんだと思いますけど、こんなロゴのシートでやられてますね。いやいや、びっくりしました。ということで、まあやられてないんであれば、ジェットニング施工しようかなと思ったんですけど、まあ、綺麗に、まあ、割と綺麗に大きな穴塞いであって、でこういう感じなんで、まあまあ追加するとしてもこの辺に防音テープ貼ったりとか、まあ、ちょっと音抜けよくするために、まあ、メガホン状に貼ったりとかっていうレベルでいいかなと思いますね。はい。ということで、まあ、正直びっくりしました。意外な精神剤を使って、意外なというか、まあ、あんまり一般的でない
ネットでしか買えないような精神剤だと思うんですけど、でもこれ結構良さげですよね。なかなかこのアルミ機材で、あと下はグチルなんて、白いグチルなんて汚れなさそうです。で、まあ、ちなみに純正のグチルゴムはもうこんな状態、ついてこない、なく立てない感じかな。でもこれ巻いてるよ。先生、ちょっとまあまあちゃんとされてるんじゃないでしょうかと。というかまあ自分の不満なんですけど、自慢なんですけど。ということで、まあまあ。これもね、ちょっと手直しっていう感じが追加するっていう感じが、まあ、どっかでまた勉強にしてみたいなと思いますし、まあ、セットニングしてない車とかあったらね、そちらの方も。で、ちょっとこの後で、ね、セットニングってどんなもんなんかっていうようなことを簡単に説明するような説明動画をちょっと追加しておくので、まあ、興味がある人とか、いらっしゃったらまた。とりあえず一旦は、この車、デッテニングしてますかっていうのでしてますというとこです。はい、じゃあデッテニングについて、まあどういうことをすることがデッテニングなのかみたいなところからですね、ちょっと、まあ、説明をしようかなと思います。で、見た。デッドアゴンの時にね。デッドニングって、まあ本来、その、まあドアスピーカーのデッドニングっていうことでいくと、車の場合、まあ、車にもよりますけどね。ドアにスピーカーがついてる車、ドアスピーカーデッドニングについて言うと、ドアにスピーカーがついてる車、に対して、だと、大体車のドアって、ここ今、精神剤貼られてるところは、まあ、サービスホール、通常、サービスホールといって、まあ、パワーウィンドウのレギュレーター交換だとか、電装系の配線が中入ってたりとか、っていうようなとこを、まあ、メンテナンスするための穴が開いてるはずなんですよ。その穴を、まあ、簡単に言うと塞いでやることがメインの作業になってくるんですけど、まあ、それをやるのが、まあ、デッドニングと言われてます。で、まあ、やり方としては、ドア、ここから見ると、外側と内側とに分かれてるんで、外側に精神剤を貼って、で、内側、穴開いてるサービスホールを、また精神剤で穴埋めすると、まあ、こんな感じですね。こんな感じで穴埋めするっていうのが、まあ、一般的なやり方です。まあ、人によってはもう全面張っていったりとかっていうことをやられたりします。で、まあ、デッドニングやる中で要素として、まあ、スピーカー、この鉄板についてるスピーカー、まあ、スピーカー当然前後運動で音が出ますんで、その前後運動、前に出る音が本来聞かせたい音になるんですけど、まあ、後ろにも動くんで、後ろにも音が出ると。で、後ろの、まあ、出てる音を、このスピーカー背面側に精神剤当てて、まあ、鉄板に当たって反響するようなものを止めた。で、それを吸音したり。また前に回り込むのを防ぐためにこういう風に、サービスホール埋めて、この後ろから出た音が前に回り込んで打ち消しちゃうっていう、それを消すために、まあ、サービスホール埋めるというような作業になるんです。で、その中で、まあ、先ほども言ったその精神振動を止める
まあ、音によってビビる、それによって、ビリビリする音が発生する、それを抑制するっていう作業 と、防音音、特にこういうヘリの部分とか内張りと当たったりカタカタするようなところで、その信号から来るカタカタを止める防音であったりとか、あと吸音、前後運動で後ろに出てきている音自体を吸収する吸音というような、その、まあ、大きく3つの作用があるかなと思うので、その防音吸音精神というのをうまく、箇所箇所によって使い分けながらやっていくっていうのがデッドニング、まあ、ドアスピーカーデッドニングですね。で、まあ、デッドニングっていうことで総称していくと、本当このドアのスピーカーだけじゃなくって、ボディとか天井とか、ね、フロアとか、そういったところでも、振動を止める、静止するっていうようなところでデッドニングっていうことで、ボディデッドニングとかって言われたりしますけど、そんな感じで、やるデッドニングもあります。ただまあ一般的にあるのはドアスピーカーデッドニングで、サービスホール埋めて、で音を良くしようというやり方が、まあ一般的に言われているデッドニングかなと思います。まあ本当に音に興味のない人でも、ドアスピーカーのデッドニングって結構体感できると思うんで、まあ、車にもよりますけどね、最近の車だと、もうサービスホール自体がないと、もうプレートで埋まってるような車も多くありますし、そもそもドアスピーカーじゃないという車は難しいんですけど、理屈的には、こいつです。まあ、フォームのスピーカーですけど、例えば BOSE のスピーカーって大体ボックスに入ってるんですね。こういうボックスに入ってて、で密閉されてると、で前後運動してるんですけど、前に出てくる音を聞くと、後ろはこのボックスの中で、まあ、消されてたりとか、まあ、エンクロージャーと呼ばれる容量計算されてるボックスになると思うんで、そこでちゃんと低音も含めてるようにバスレフみたいな形で、これも開けたらなってるんですけど、バスレフ方式でこう低音がうまく響くようになってたりとかいうような設計になってるんで、まあ、それを車の方で、まあ、再現してやろうと、まあ、まるっきり再現っていうのは難しくって、車につくスピーカーのサイズも限られてますし、ドアの大きさっていうのも限られてくるんで、そこでそのドア自体で容量計算できるかとかいうのはまず無理ですし、そこで何か調整、デッドニングで調整するっていうのも、まあまあ結構ハイレベルになってくる、トライアンドエラーの繰り返しになってくると思うんで、なかなか難しいとは思うんですけど、まあそれに近いような状態、要はこういうね、エンクロージャーに入ったスピーカーの状態に近いような状態をドア、車のドアで再現するようにしようというのがドアスピーカーのデッドニングなんで、はい、まあその原理さえ理解してれば、なんかうまく効率よく効果出せたりとかいうこともできるんじゃないかと思います。でよく100均とかの部材でデッドニングしてみたいなというのをやられてますけど、ぶっちゃけね、でもこの、車開けるまでデッドニングしてるかしてないかっていうのは分かんなかったですし、まあ元の状態知らないんで分かんなかったっていうのもあるんですけど、本当にその効果はちゃんとやれば効果体感できるんですけど、まあ慣れもありますし、で効果の度合いはって言った時に、まあ、ぶっちゃけその100均でやったデッドニングと、まあ、超高級な材料を使ってやった デッドニングと聞き比べる耳を僕持ち合わせてるかって言ったら、ちょっと自信はないですね。まあかすかなところで、差は
出てるんで、そこをちゃんと聞き分けることができれば分かるのかもしれないですけど、まあ、要はこういうエンクロージャーにしようっていう原理の問題なんで、その原理が100均の部材でも再現できてれば、なかなか聞き分けるの難しいかなというふうに思うんで、そこら辺は、まあ、もうやられる方の好みでやっていったらいいんじゃないでしょうかと。意外と家用品高いんでね、まあ、100均とかそういったものをうまく利用しながらやるっていうのも手ですし、持ってるものでうまく活用できるようなことがあれば、こういうエンクロージャーの状態をドアで作るっていうことを考えてすれば、もっと他の方法もあるかもしれないで、まあ、そういったことを参考に、もしよかったらね、皆さんも、リットニングチャレンジしてみてはいかがでしょうか。